今日はちょっとですね、理屈っぽい話をしたいと思うんですね。多くの人はですね、理論ではそうだけれども現実は違うというふうに言う人がいるんですね。理論では確かにそうなってるかもしれないが、現実とは違う、まあ、理論と現実とが合うとは限らないというふうに言っておられますね。つまり理論は合っているかということがいつも問題になるわけですね。でこれについて私のような、まあ、普通の科学者といいますかですね、それはちょっと違った考えを持っているというか使い方をしているということをちょっと理解をしていただこうと思って書きました。まあ、これはメールとかそういうのでやり取りしてますとですね、理論と現実と違うんじゃないかと、まあ、そういうような話が多いんですね。その厳しい話の前にですね、ちょっと理学と工学っていうのを2つあるわけですけども、理学っていうのはですね、天文学とか、それから生物学とかですね、まあ、化学なんかもそうなんですが、物理学もそうですね。つまり理学っていうのはですね、自然の現象を解明する学問なんですね。だ地球は丸いとか太陽系があるとかですね、生物は遺伝子でできて遺伝子から作られるとかですね、まあ、そういったその、私たちの身の回りの自然をですね、まあ、正しく解釈すると、まあ、これ例えばニュートンの力学とかですね、それからアインシュタインの相対性原理とか、それからまあ専門家ですと例えばマックスウェルの電磁気学、まあ、こういったものがあってですね、これはまあ全てはですね理学の分野なんですね。理学の分野っていうのはその理学の結果をどう使うとか人間に役立てるっていうことを直接的には目指していないで、いずれにしても自然を解明するということなんですね。まあ、これに対して工学、まあ、技術ということもあるんですが、工学っていうのがあるわけですね。これは理学が明らかにしたことを人間の役に立つようにするっていうことですね。例えば浮力の原理というのがあればですね、それを利用して飛行機を作るとかですね、それから電磁気学が発達すればそれを使ってモーターにする、まあ、電子的な理論が進んでくればですね、それを利用して電子工学を作ってテレビを作ったり、それからコンピューターを使ったりですね、作ったりですね、さらには最近ではスマホというものができると。まあ、スマホなんか皆さんどう思ってるかわからないんですけど、とっても不思議ですよね。例えば私はJR 新幹線のですね、切符を自分のスマホで買うんですけれども、時々時間がなくて新幹線のその改札口の前に行ってですね、その前で、のぞみの指定席を買うわけですね。そしてもうそこからこれで買いましたっていうから2秒も経たないうちに改札口を通るとですね、もうちゃんと自分が買った名古屋から大阪とか何号車の何番席とかいうのが切符が出てくるんですね。まあ、切符っていうか、まあ、印みたいなものがそれが出てくるんですね。ちょっとこの私の通信がどこのセンターコンピューターに行って、そのセンターコンピューターでその処理ができたものがですね、全国どこの改札口でも私が通ったら瞬時にそれを処理するというのはちょっと信じられない速度なんですけども、まあそんなことができるわけですね。ただ工学で明らかに理学で明らかにした自然現象を工学でそのまま実現できるかと、大体3分の1とか5分の1とか言うんですね。例えば能率にしてもですね、できることにしてもやっぱり現実的にやるためには材料がなきゃいけないとかですね、それからエネルギーが足りるかとかですね、それから安全性が保てるかとかいういろんな問題があって、かなり下げなきゃいけないんですね。しかしその時の工学の理論というのがあるわけです。理学の理論、これは純粋な理論、それからそれを工学として応用するときは工学の理論があるわけですね。それで実は理論と現実が違うとか理論は合っているのかっていうのはですね、もうその言葉自身が間違ってるんですね。理論というのは常に正しくなきゃいけないんですよ。正しいものを持って理論というわけですね。例えば、宇宙の理論が間違っていればそれは理論ではないんですね。その間違った理論というのは理論ではないんですよ。理論というのは正しいものしか理論ではないんですね。ただ理論を作ってる最初に作るときにですね、理論だと思ってるけどもそれは理論ではないというものからスタートせざるを得ないときもあるんですね。まあ、その時我々は理論とは呼ばないんですよ。こういう計算式になりましたとか、こういう、考え方を取ってますとかいうことで理論とまでいきません。理論というときにはですね、それが現実と合わなきゃいけないんですね。まあ、現実はいろんな前提がありますから、
例えばこういう前提ってなりますね。例えば宇宙ですと、宇宙ができてから約150年後の宇宙を記述する方程式はこれであるとかですね、まあ、そういうふうに必ず、限定条件がつきますね。飛行機でも新幹線でも、新幹線の最高速度は理論的にこうであると、これは例えば使う材料が鉄の何番であって、高さがどうのこうのっていうことで理論がきちっとできるわけですね。ですから理論が合ってるかどうかっていうことはちょっと問いかけがおかしいんですね。だけど私は常にその理論は合ってんですかと言われることがあるんですよ、一般の人にですね。でその理論は合ってるんですかと言われるととても答えに窮しちゃうんですね。もしも理論として正しいんであれば合ってるわけです、決まってるわけですね。ですから例えば地球温暖化は理論はこうであるが実際とは合わないっていう時はそれは理論ではないんですよね。そんなこと言ったら全てのことが理論になっちゃうわけですね。ですからまあ例えば現在なんかですと1988年にアメリカの NASA が提示した温暖化の理論っていうのはその後30年経って現実と全く違うんですね。ですから今は温暖化の理論は一応公式のものはないという状態なんですね。ですから、それは正しい理論がないのに100年後の温度を推定することはできないっていうのが私の考えなんですね。理論っていうのは、立てた時はいろいろ議論して、まあ、それが正しいと思う人もいるし正しくないと思う人もいるんですけども、大体自然科学は実験できますから、例えば実験したり、まあ、温暖化のようなものでもですね時間が経てば分かりますからね。私が計算した例えばリサイクルにおけるエントロピーの変化ですね、まあ、これなんかもそうなんですが、一応最初私がエントロピーの計算をしてですね、まあ、リサイクルってのは大体最低でも新しいものから作るよりか 3.5 倍のエネルギーをいると、まあ、これエントロピーの計算でやるわけですね。しかしそれが正しいかどうかは、まあ、学者同士ですと式の展開をずっとやって、まあ、それはおそらく正しいかなとかちょっと今度問題じゃないかなっていうことで、まあ、理論、仮の理論を作るわけですね、まあ、いわば仮の理論ですね。しかしそれが10年ぐらい経ちますと、街の中でリサイクルが始まりますから、そうすると私がリサイクルは 3.5 倍以上のエネルギーを使うと、資源を使うからむしろリサイクルしない方がいいっていう理論を出しますね。現実に私10年ぐらい経って自分で実際にどうなってるかっていうことを計算してましたら、だいたい 7,8 倍ぐらいかかるかなという結論出たので、まあ、自分としてはですよ、まあ、世の中の人がそれを信じるかどうか別にして自分としては、最低でも 3.5 倍以上の資源を使うっていうのはまあだいたい良かったんだなとこういうふうに思いますね。それから例えば地球温暖化でも、空気が温まった時に水は海洋はどのくらい、海はどのくらい温まるか、それから水海があんまり温まらないので海洋性気候と大陸性気候のところの温度はかなり差が開くんじゃないかっていう、まあ、計算を一回したことあるんですね。そうしますと例えば地球が温暖化したにしてもそれは空気が温暖化しますから、二酸化炭素が空気中にあってそこで、まあ、エネルギー地上から反射する、まあ、エネルギーって言いますかね、熱を吸収すると言われてますから空気が温まるわけですね。これが熱に海洋に伝達し海洋が温まり、その海洋の温度で今度は気温が変わるっていうふうにこうフィードバックしますから、例えばイギリスとかフランスに割合と人が多く住んでるのはメキシコ暖流があるからだとよく説明されますね。イギリスの緯度はですね北海道の稚内ぐらいの緯度なんですけども、北海道の稚内はだいたい周りが寒流なので非常に寒いんですけども、ロンドンは周りが暖流なんで比較的暖かいと、まあ、こういうふうになりますから、陸地の気温というのは海の温度によって非常に大きく左右される。これは、海と水と空気の比熱が3000倍も違うということによるんですが、まあ、こういった熱収支の計算をしてですね、まあ、それをこう議論してそして現実と合うかどうか見ていくというのが、まあ、スタンダードのやり方なんですね。まあ、そこでまあ政治的なものとか、まあ、類先行的っていうか、なんか自分の目的を達成するために、まあ、あまり科学的にきちっとやらないという人たちがこの頃すごく増えてきましてね、そうしますともう理論がむちゃくちゃな理論がですね横行するわけです。科学者はですね自分の科学に忠実であるべきですからね。ですから常に自分の理論は間違ってたんじゃないか、現実と合うんじゃないか、合わなかったらすぐ修正しなきゃいけないし見直さなきゃいけないという気持ちでいるんですね。
ただ、まあ、御用学者と呼ばれる人とか研究費が欲しいような人はですね、どちらかというと自分の理論は正しいんだっつって頑張ってですね、あんまり見直さないっていうこともあるんですね。まあ、これはやっぱり科学の発展としてはあまりいいことではないので、少し考えるべきであるというふうに思いを作るわけですね。まあ、いわば仮の理論ですね。しかしそれが10年ぐらい経ちますと、街の中でリサイクルが始まりますから、そうすると私がリサイクルは 3.5 倍以上のエネルギーを使うと、資源を使うからむしろリサイクルしない方がいいっていう理論を出しますね。現実に私10年ぐらい経って自分で実際にどうなってるかっていうことを計算してましたら、だいたい 7,8 倍ぐらいかかるかなという結論出たので、まあ、自分としてはですよ、まあ、世の中の人がそれを信じるかどうか別にして、自分としては最低でも 3.5 倍以上の資源を使うっていうのは、まあ、だいたい良かったんだなとこういうふうに思いますね。それから例えば地球温暖化でも、空気が温まった時に水は、海洋はどのくらい、海はどのくらい温まるか、それから水、海があんまり温まらないので海洋性気候と大陸性気候のところの温度はかなり差が開くんじゃないかっていう、まあ、計算を一回したことあるんですね。そうしますと、例えば地球が温暖化したにしても、それは空気が温暖化しますから、二酸化炭素が空気中にあって、そこで、まあ、エネルギー、地上から反射する、まあ、エネルギーって言いますかね、熱を吸収すると言われてますから、空気が温まるわけですね。これが熱に海洋に伝達し、海洋が温まり、その海洋の温度で今度は気温が変わるっていうふうにこうフィードバックしますから、例えばイギリスとかフランスに割合と人が多く住んでるのはメキシコ暖流があるからだと、よく説明されますね。イギリスの緯度はですね、北海道の稚内ぐらいの緯度なんですけども、北海道の稚内はだいたい周りが寒流なので非常に寒いんですけども、ロンドンは周りが暖流なんで比較的暖かいと、まあ、こういうふうになりますから、陸地の気温というのは海の温度によって非常に大きく左右される。これは、海と水と空気の比熱が3000倍も違うということによるんですが、まあ、こういった熱収支の計算をしてですね、それをこう議論して、そして現実と合うかどうか見ていくというのが、まあ、スタンダードのやり方なんですね。まあ、そこで、まあ、政治的なものとか、まあ、類先行的っていうか、なんか自分の目的を達成するために、まあ、あまり科学的にきちっとやらないという人たちがこの頃すごく増えてきましてね。そうしますと、もう理論が、むちゃくちゃな理論がですね、横行するわけです。科学者はですね、自分の科学に忠実であるべきですからね。ですから常に自分の理論は間違ってたんじゃないか、現実と合うんじゃないか、合わなかったらすぐ修正しなきゃいけないし、見直さなきゃいけないという気持ちでいるんですね。ただ、まあ、御用学者と呼ばれる人とか研究費が欲しいような人はですね、どちらかというと自分の理論は正しいんだっつって頑張ってですね、あんまり見直さないっていうこともあるんですね。まあ、これはやっぱり科学の発展としてはあまりいいことではないので、そうだけれども現実は違うというふうに言う人がいるんですね。理論では確かにそうなってるかもしれないけど、現実とは違う、まあ、理論と現実とが合うとは限らないというふうに言っておられますね。つまり理論は合っているかということがいつも問題になるわけですね。でこれについて私のような、まあ、普通の科学者といいますかですね、それはちょっと違った考えを持っているっていうか、使い方をしているということをちょっと理解をしていただこうと思って書きました。まあ、これはメールとかそういうのでやり取りしてますとですね、理論と現実と違うんじゃないかと、まあ、そういうような話が多いんですね。その厳しい話の前にですね、ちょっと理学と工学っていうのを2つあるわけですけども、理学っていうのはですね、天文学とか、それから生物学とかですね、まあ、化学なんかもそうなんですが、物理学もそうですね。つまり理学っていうのはですね、自然の現象を解明する学問なんですね。地球は丸いとか太陽系があるとかですね、生物は遺伝子でできて遺伝子から作られるとかですね、まあそういったその、私たちの身の回りの自然をですね、まあ、正しく解釈すると、まあ、これ例えばニュートンの力学とかですね、それからアインシュタインの相対性原理とか、それからまあ専門家ですと例えばマックスウェルの電磁気学、まあ、こういったものがあってですね、これはまあ全てはですね、理学の分野なんですね。理学の分野っていうのは、その理学の結果をどう使うとか、人間に役立てるっていうことを直接的には目指していないで、
いずれにしても自然を解明するということなんですね。まあ、これに対して工学、まあ、技術ということもあるんですが、工学っていうのがあるわけですね。これは理学が明らかにしたことを人間の役に立つようにするということですね。例えば浮力の原理というのがあればですね、それを利用して飛行機を作るとかですね、それから電磁気学が発達すればそれを使ってモーターにする、電子的な理論が進んでくればですね、それを利用して電子工学を作ってテレビを作ったり、それからコンピューターを使ったりですね、作ったりですね、さらには最近ではスマホというものができると。まあ、スマホなんか皆さんどう思ってるかわからないんですけど、とっても不思議ですよね。例えば私はJR 新幹線のですね、切符を自分のスマホで買うんですけれども、時々時間がなくて新幹線のその改札口の前に行ってですね、その前で、のぞみの指定席を買うわけですね。そしてもうそこからこれで買いましたっていうから2秒も経たないうちに改札口を通るとですね、もうちゃんと自分が買った名古屋から大阪とか何号車の何番席とかいうのが切符が出てくるんですね。まあ、切符っていうか、まあ、印みたいなものがそれが出てくるんですね。ちょっとこう指定することはできないっていうのが私の考えなんですね。理論っていうのは、まあ、立てた時はいろいろ議論して、まあ、それが正しいと思う人もいるし正しくないと思う人もいるんですけども、大体自然科学は実験できますから、例えば実験したり、まあ、温暖化のようなものでもですね、時間が経てば分かりますからね。まあ、私が計算した例えばリサイクルにおけるエントロピーの変化ですね、まあ、これなんかもそうなんですが、一応最初私がエントロピーの計算をしてですね、まあ、リサイクルってのは大体最低でも新しいものから作るよりか 3.5 倍のエネルギーをいると、まあ、これエントロピーの計算でまあやるわけですね。しかしそれが正しいかどうかは、まあ、学者同士ですと式の展開をずっとやって、まあ、それはおそらく正しいかなとか、ちょっと今度問題じゃないかなっていうことで、まあ、理論、仮の理論を作るわけですね。まあ、いわば仮の理論ですね。しかしそれが10年ぐらい経ちますと、街の中でリサイクルが始まりますから、そうすると私がリサイクルは 3.5 倍以上のエネルギーを使うと、資源を使うからむしろリサイクルしない方がいいっていう理論を出しますね。現実に私10年ぐらい経って自分で実際にどうなってるかっていうことを計算してましたら、だいたい 7,8 倍ぐらいかかるかなという結論出たので、まあ、自分としてはですよ、まあ、世の中の人がそれを信じるかどうか別にして、自分としては、最低でも 3.5 倍以上の、資源を使うっていうのは、まあ、だいたい良かったんだなとこういうふうに思いますね。それから例えば地球温暖化でも、空気が温まった時に水は、海洋はどのくらい、海はどのくらい温まるか、それから海があんまり温まらないので海洋性気候と大陸性気候のところの温度はかなり差が開くんじゃないかっていう、まあ、計算を一回したことあるんですね。そうしますと、例えば地球が温暖化したにしてもそれは空気が温暖化しますから、二酸化炭素が空気中にあって、そこで、まあ、エネルギー、地上から反射する、まあ、エネルギーって言いますかね、熱を吸収すると言われてますから空気が温まるわけですね。これが熱に海洋に伝達し、海洋が温まり、その海洋の温度で今度は気温が変わるっていうふうにこうフィードバックしますから、例えばイギリスとかフランスに割合と人が多く住んでるのはメキシコ暖流があるからだと、よく説明されますね。イギリスの緯度はですね、北海道の稚内ぐらいの緯度なんですけども、北海道の稚内はだいたい周りが寒流なので非常に寒いんですけども、ロンドンは周りが暖流なんで比較的暖かいと、まあ、こういうふうになりますから、陸地の気温というのは海の温度によって非常に大きく左右される。これは、海と水と空気の比熱が3000倍も違うということによるんですが、まあ、こういった熱収支の計算をしてですね、まあ、それをこう議論して、そして現実と合うかどうか見ていく。